今回話していくのは、先日行われた、暇空茜様と石丸真二様の対談の感想、そして、堀口系 YouTuber の中に、実はスパイが紛れ込んでいた、という話などをしていこうと思います。なお、まずはじめに言っておくと、この動画では、暇空茜様に対する批判もします。批判というか、意見論評に近いかな。なので、暇空様の熱心なファンの方々が見ると、若干不快な思いをするかもしれません。ただ暇空様自身も、普段から思ったことを素直に言うタイプです。そういうところも一部で評価されているのでしょうから、私もその姿勢をリスペクトして、思ったことを素直に言おうと思います。私は暇空様に感謝していますが、そういうのはあんまり関係ないです。彼自身もスパチャに関して、例えば、スパチャをしてきたからといって、俺に何かを求めてきたら、その人のことを嫌いになる、と過去におっしゃっていました。なのでカンパしたから批判しないとかは、私の場合は特にないです。むしろカンパするぐらい興味を持っているからこそ、いろいろと語りたいことがあるということです。また暇空様は普段から、漫画に対して点数をつけています。世の中の出来事に対して、普段から高圧的に好き放題言っています。時にはアホだのバカだのクズだの、暴言を平気で吐きまくります。なので、少々の批判は受け入れるべきですし、多少際どいことを言われても、受忍限度の範囲内ですよね。堀口秀俊、暇空様は以前、漫画に点数をつける行為について、真剣勝負だみたいなことをおっしゃっていました。私のこの動画もまさしく真剣勝負です。いやー、暇空を批判すると炎上して嫌われちゃうというリスクを背負いながら真剣勝負でやっております。変なことを言えば炎上するリスクがありますし、しょうもない動画内容だと再生時間が短くなって動画の広告収益が下がります。なのでこっちも真剣勝負です。引用させてもらっている件については感謝していますが、だからといって批判しないのが正しいとは私は思いません。それとこれとは別です。それではまずスパイの件から話していきましょうか。堀口系 YouTuber の熊猫たま様、通称たまちゃんが昨日暇空茜様にスパイ認定されました。たまちゃん、お前スパイだったのか、もう許せるぞい。個人的な意見を言わせてもらうと、たまちゃんは多分スパイではないと思います。ただ、暇空様の勘はそこそこ当たりますからね。もし私が間違ってたらすみません。間違ってたら本当にごめんなんですけど、多分スパイではないです。ただ、たまちゃんには以前から、と思うようなことが、私も結構あったのは事実です。例えば、動画を作るのがほぼ最速なのに、内容が間違っていることが結構あったり、動画内で言っている意見についても、と思うようなことがたまにありました。もろちん、間違いがあることは仕方ないですし、特に糾弾するつもりはありません。ただね、なんとなく嫌な匂いがする、というのはちょっとわかります。可能性としては、あえて間違った情報を流して、誘導しようとしている、とまで考えられるじゃないですか一応。さすがにそんなことはないと思いますが、ただまあ暇空様の勘も、完璧ではありませんので、例えば、感度が高すぎるセンサーは、虫に反応して、誤作動を結構起こしがちです。なので私の立場としては、たまちゃんのことも、暇空様のことも、100% 信用しているわけではありません。ある程度信頼しているのは、私が直接やり取りをしている人たちぐらいです。なんか匂う、というのは理解できますが、スパイとまでは思いませんし、かといってたまちゃんの肩を持つわけでもない、という感じですかね。たまちゃんは、レイアシスターズの中でも、再生数と動画のクオリティが、最も釣り合っていない投稿者です。堀口ブーストと、お手軽収益カセットと、合成音声の可愛さで受けたチャンネルで、レイアシスターズの中で最も、実力以上に過大評価されている感じが否めません。これはまあ仕方のないことなんですが、実力以上に評価されて、本人もちょっと勘違いしている節があったので、たまちゃんはこの機会に頭を冷やして、一旦落ち着いてほしいですね。人間、調子に乗り始めると大体終わりますから、もろちん、これは私や暇空様など、誰にでも言えることです。あと、怪しげなアカウントが、たまちゃんのハッシュタグをつけて、全然違う人の動画を投稿していたり、あとは、石丸様との対談について取り上げた、まとめブログの記事で、たまちゃんの動画が添付されていたりと、若干不穏な出来事もありました。まとめブログの方は、たまたまだとしても、ハッシュタグの件は確かに妙です。可能性としては、誰かに紹介するよう依頼されて、間違えてポストした。ということも考えられますし、どんだけガバガバなんだよ、という話ですが、もしたまちゃんが、本当にスパイだったとしたら、その時は、クロスミレさんの首を差し出す覚悟です。よろしくお願いします。現段階の情報で、スパイだとは思いませんが、若干怪しい材料は複数あるかな、という感じです。なので、個人情報を渡したりするのは絶対にやめましょうね。いや相手が誰であっても、個人情報を渡したらダメなんですけれども。さて、たまちゃんの話はこれぐらいにして、次は、石丸真二様と暇空茜様の対談について、語っていきたいと思います。まず、対談の感想としては、石丸様が鬼滅役であることが発覚したのが、面白かったです。上限の鬼の名前を聞かれて、石丸様は赤座しか答えることができませんでした。さらにラスボスの名前を聞かれた時も、すぐには答えられず、だいぶ時間を置いてから、自信なさげに、無惨、無限、
と答えていました。答えるまでに時間がかかったのは、おそらくスタッフが調べて、答えを教えていたからでしょう。明らかに思い出そうとしている人のムーブではなく、答えを知らない。という感じでしたから、私は鬼滅エアプで、Kindle に積んでいてまだ読んだことはないのですが、読んだ人によると、鬼滅が好きなのに、上限の鬼は赤座しか答えられないのはありえない、そうです。鬼滅のキャラを知らなくても、別にいいんじゃないの、それがどうしたの、と思う人もいるかもしれません。しかし石丸様は、著書の中で鬼滅のセリフを引用したり、新成人へのスピーチでも、がっつり引用したりしています。漫画好きを公言していて、何度も引用するぐらい好きな漫画なのに、本当に読んでいるかはかなり疑わしいです。っていうか、多分読んでないでしょこれ。あれか、鬼滅が流行ってるから、とりあえず鬼滅の話しとけば、人気出ると思ったんか。石丸、どうなんだ、言ってみろ。おーん、そこで、すみません、実は少ししか読んでいません、とか言うのなら、まだ信用できます。しかし石丸様は、最後の最後まで、読んでいる感を出し続けていました。東京都知事選に立候補する石丸慎二様が、堂々と嘘をついていたと、しかもそれを、生配信で流してしまい、ネットに晒してしまったと、しかも嘘をついただけではなく、嘘を認めず、最後までごまかそうとしたと、これは政治家としては、結構致命的ではないでしょうか。もし仮に今後、彼が政治家になったとして、何か問題が起きた時に、信用できるかという話です。私は石丸慎二様のことを、政治家として信用できない、と感じました。また、石丸慎二様は本当に、自分自身で鬼滅を読んで、引用したのでしょうか。そもそも引用部分を読んでいるかどうかすら、微妙です。選挙プロデューサー的な存在から、原稿のみを渡されて、それを読み上げているだけ。という可能性もワンチャンあります。だってラスボスの名前がすぐに出てこないとか、ありえないでしょ。例えば、ブリーチを何度も引用している人が、ブリーチのラスボスは誰?と聞かれて、すぐに答えられないようなものでしょ。いやでも、ユーハバッハは、キャラクターとしての魅力がゼロなので、あまり印象に残ってなくて、アイゼンソウスケ。って答える人が多そう。ちょっと今の話はキャンセルでお願いします。ちなみに、石丸様は、なぜかひまそら様との対談の様子を、SNS で宣伝していません。宣伝しないということは、見られたら困る、恥をかいた、という認識がある、ということでしょうか。そういうことですか。ならしっかりと、宣伝してあげないといけませんね。というわけで対談の様子は、暇な空白チャンネルで見ることができます。ぜひ見てみてください。なお、対談内容のほとんどが、ひまそらが石丸に漫画のクイズを出し続ける、という感じでした。一応、ひまそら様が当初、対談を申し込んだ時の話としては、おたとおくしましょう、という感じなので、その通りにやっただけではあるんですよ。その時のひまそら様のポストがこちら。合格だけ間違えてますよ。やっぱり石丸慎二さんって偽物のオタクで、嘘ついてオタク票取ろうとしてるハッタリ野郎ですやね。違うって言うなら公開対談でおたとおくしましょうよ。なので、ひまそら様としては、最初に自分が言った通り、オタトークをしただけです。ただ、それについて、普段はひまそら様を支持している人からも、批判がありました。もう少し政治の話をしてほしかった、という意見も一部ありました。これについては、当初言っていた通りにオタトークをしただけなので、特にひまそら様は悪くありません。鬼滅の話のあたりは面白かったのですが、漫画クイズの後半は、明らかにだれていて、見ていてつまらなかったので、否定的な感想が上がるのは仕方ありません。私は対談を見て、石丸慎二様が、ハッタリのペラペラ野郎だと思いましたし、信用できないと思いました。しかし重要なのは、ひまそら様のことを知らない人が、対談を見た時に、どのように感じるかです。まず一般論として、あんな感じでガンガン、漫画クイズを出し続けるのは、非常識じゃないですか。いや、別にいいんですよ。そういう空気の読めなさこそが、彼の持ち味でもありますので、実際、石丸様のエアプが生配信という場で、盛大にバレてしまったという成果はあります。ただね、公開対談という場で、自分の支持者ではない人たちが、大勢見に来る場所で、ああいう非常識な言動をすれば、批判されるのは当たり前のことです。特に最近は、非常識な言動に対する風当たりが、かなり強くなってきていますから、なので少々行き過ぎて、ドン引きされてしまったのかなと思います。ひまそら様的には、あれぐらい普通なのかもしれませんが、その言動について評価するのは、世間の人たちなのです。まず、世の中には一定数、物事がわからない人間がいます。世の中を変えたい、世論を動かしたい、と思うのなら、物事がわからない人にも、きちんとわかるように情報発信をしていかなければなりません。ひまそら様が対談の中で、非常識な言動をしたこと、石丸様が、読んでない漫画のセリフを引用していたこと、この3つは事実です。しかし後者を読み取らずに、前者だけ読み取る人が、世の中には一定数いるのです。今回の対談の、正しい感想としては、ひまそらは失礼なやつだけど、それ以上に石丸はペラペラのハッタリ野郎やんけ。という感じでしょうか。しかし、そうならずに、ひまそらは失礼なやつだ、許せん。で終わってしまう人は、結構な数いるのです。私は個人的に、石丸慎二様のことを一切信用できないと思いますが、それもあくまで個人の感想です。漫画アップがバレたからといって、だからなんなの。
と言われてしまえば、それまでの話です。石丸様が、おそらく今後一生こすられるであろう。そ恥ずかしい黒歴史が残ってしまったことは、紛れもない事実です。ただ、政治家生命が終わるほどの、致命的な嫉妬かというと、そこまではいきません。鬼滅やプがバレたことは、人間的には、大ダメージなんですが、政治家生命を終わらせるほどではありません。なので、今回の対談に対して、著名人から暇空様に対して、批判的な意見も出ていますが、それは当たり前のことです。むしろ、公開対談で、あれだけ失礼な言動をして、批判されないわけがありません。どれだけ特定の界隈で、知名度を獲得していたとしても、人間、一歩外に出れば、ただのモブなのです。例えば、ビートたけし様が、プロレス団体から頼み込まれて、リングの上に上がった時、信じられないほどの大ブーイングを受けたそうです。芸能界でキャーキャー言われていても、当時のプロレスファンからすればただの、嫌なやつ。なのです。そもそも、街を歩いている人に、暇空茜、WBPC 問題って知ってますか?と聞いても、おそらく9割以上の人は、知らないと答えるでしょう。暇空様がこれまで発信してきた、石丸陣営の怪しいエピソードなどをある程度知っていると、今回の対談を見た時に、石丸はやっぱ信用できないわ、となりますが、何も知らない人が見た時、暇空様にドン引きするのが普通の反応でしょう。まだまだ世間では、何も知らない人、の方が圧倒的に多数派です。何も知らない人を切り捨てるのは自由ですが、そういうことをしていると、新規の人が入ってこなくなって、終わります。漫画クイズの後半、暇空様は明らかに、気持ち良くなっていませんでしたか。なんかノリが、いつもの堀口秀俊スペシャルライブの時に近かったです。観客を意識して、周りを納得させることで、自分の支持者を増やす。というよりは、支持者しか見ていない、いつもの配信のノリ、が出ていてしまっていた感じがします。暇空様は、石丸真嗣は本当にヤバい、ネタじゃなくて真剣に、しっかりと拡散していかないといけない、という感じのスタンスでした。ハイブタ様が、石丸様に関する冗談っぽいポストをした時に、暇空様は、真剣な話なんだよ、というニュアンスで、オラついていました。そうおっしゃっていた割には、石丸真嗣様のうさんくささを、知らない人に拡散する気があるのか、疑問を感じる対談内容でした。ただ、当初の提案通り、オタトークをした上で、石丸様の嘘を暴くことには成功しています。さて次は、暇空様のポストをいくつか引用しながら、話していきます。笑った、ボンボンボンも出てきた、マジだなこれ、と知事選中に俺潰す気だ。この今日の大事件がわからない奴は船降りろ。石丸真嗣の大失態を、全力でこれだけのメンバーがフォローしに来て暇空茜を潰そうとした。これを理解できない奴はもう知らん。俺を潰すために用意した大構成、ではなくて、大本命で虎の子の石丸真嗣が、想定外の大失態、押したから全力で火消しに来てんの。タゲは暇空なんだろうが、それをどの層に向けて見せたいのかよくわからん大構成だな。慌ててんの、石丸さんの、オタク売り、が嘘つきで、政治家としては致命傷になりうるボカを動画で残したから、まあ俺じゃないと感覚でわからんだろうが、12時間おきくらいに工作の方向性が変わり、今日これが来た。石丸真嗣様は、SNS でやたら広告を出しまくっています。X やインスタ、YouTube など、どこかしらで広告を見たことがある人も多いはずです。そして YouTube でも、明らかに海外業者が投稿していると思われる。変な日本語の工作コメントが目につきます。石丸様に関する動画の中には、工作が入っているとしか思えないレベルで、明らかにコメント数が異常に多い動画もあったりします。なので、中国系の業者か何かが、石丸様を厚くサポートしていることは事実でしょう。ただ、対談内容に批判意見が出ることとは、特に関係ありません。普通に考えて、あんな感じで漫画クイズを出し続けたら、失礼じゃないですか。何も知らない人から見たら、なんか変なオタクが、有名な政治家にうざがらみしている、としか見えないのは仕方ありません。私個人的には、公職選挙法のかなり際どいラインを攻めている、怪しさビンビンの石丸様が、一方的に詰められていることに、同情とかは全くしませんし、むしろ面白いとすら感じてしまうのですが、あれかな、攻めすぎて、石丸さんがかわいそう、みたいな、被害者みたいな雰囲気が出てしまったのでしょうか。まあ、そのあたりは正直わかりません。少なくとも X と YouTube で、石丸様に関連して、中国系の業者のアカウントが大量にいるのは事実です。また、利権関係で緩いつながりのある人たちが、ここぞとばかりに攻撃してくるのがうさんくさいというのにも、同意です。ただ、批判すべてが火消しだとは思いません。普通に、順当な批判も一定数あります。そして石丸さんのお尻拭きに立った一日やそこらで、ひろゆき、滝沢ガレソ、山本一郎、駒崎ひろき、フローレンス、ヨッピー、いかわいだか、有本薫、えとくそれだけ石丸真嗣というみこしは大本命で、嘘つき、がバレたのがまずかった。売り出し方に致命的だった。だから総火力が今俺に来てる。俺を潰すだけなら石丸との対談なんて使わないよ。これは、石丸の大失態、の火消しだよ。嘘つきで軽薄で騙してきた、ペラッペラ人間という証拠が動画で残って、蜂の巣つついたみたいになってんのよ。誰がつついたんやろね。こちらのポストで名前が出ている方々は、いずれも暇空様と対立していたり、暇空様の方から全力で喧嘩を売っていた人たちです。レスポンスが早いと
というのは、若干怪しいですけれども、こういう時事系の動画を出す場合は、とにかく早く出すことで再生数が伸びやすくなるので、別におかしな話ではありません。暇空様は今まで、様々な人たちに、失礼なことをしてきました。モロチン、駒崎様もヨッピー様も、イカワも、突っ込みどころが満載の非常にユニークな人たちです。ただ暇空様はあそこまでいろいろな人たちに高圧的に喧嘩を売って回っているのですから、対談で失礼な言動をした時に一斉に批判されるのは当たり前のことです。自分がやってきたことが自分自身に返ってきているだけなので、ごく当たり前のことというか、かわいそうだとは全く思いません。というかむしろ暇空様本人は今回の対談の問題点について全く理解していなさそうなので、そこが気がかりですね。例えば以前行われた有本香里様との対談、あの件については確か動画でまだ感想を話していなかったので、この機会についでに話そうと思います。有本様は映画を見ていたと言いつつ、なぜかタイトルを答えられなかったり、自分から暇空様に DM で取材をしておいて国売の判決書を全く読んでいなかったりと、よくわからない点がありました。有本様もガバガバだったのですが、暇空様も夜中にいきなりスペースに来ることを提案した上、めちゃめちゃ相手を疑うのは普通に失礼です。ただ日本保守党を信用できるかというと、そういうわけでもなくて、党首が X で、わし、党首辞めるかもしれへんわ、と唐突にヘラり始めるぐらいなので、多分あれはダメでしょう。まあ、党首が X でヘラり始める党を、応援したい人は応援すれば良いんじゃないでしょうか。有本様との対談での、最大の見どころは、私は井川さんと関係ありませんよね、と有本様が主張した時、暇空様が珍しく、焦っていて、と思っていたところです。有本様も、自分から DM で接触しておいて、判決書を読まないというのは失礼ですし、暇空様も大概失礼です。地獄かな。いずれにせよ、こういう感じで、自分の好き勝手に行動して、敵を作る行動ばかりしていると、いずれは全部自分に返ってくるものなのです。最近では、暇空のやっていることは応援しているけど、人間的には全く支持していない、という意見もちょくちょく見かけるようになりました。それぐらいの温度感が、ちょうどいいというか、妥当なところではないでしょうか。モロチン、自己責任で好きなことを言えばいいのでは、と私は思いますが、ただ最近、暇空様が敵を作りすぎている、という感じはします。些細なことで、他人を疑うことが悪いとは思いません。私も暇空様の言うことを100信用しているわけではありません。猜疑心が強く攻撃性が高いというのが暇空様の特徴です。それが良い風に働く場面もあれば、悪い風に働く場面もあるということです。例えば二刀流目のさんやシュナムルさん、堀口秀俊君や石丸真嗣様など怪しさビンビンの人に対して彼の攻撃性が向いた時はかなり効果的に作用します。しかしこの感じだと誰かと対談するたびにものすごい数の敵を作っていくのではないかという感じはしますね。いやまあ普段のポストもそんな感じなので今更感はありますが、味方は弁護団となるくんだけというスタンスでひたすら敵を作りまくるのもどうかと思いますが、私的にはとりあえず結果を出してもらえれば満足です。ただ敵を作りまくったせいで結果が出ないなんていうことになれば、それはもうネットのおもちゃ確定でしょう。というか暇空様、一歩間違えばネットのおもちゃになってもおかしくないレベルの言動をしています。暇空様と敵対している人の方が相対的にヤバくて、そっちにヘイトが向いているだけで暇空様も大概です。もし今後仮に暇空様がアルミの世界に行ってしまった場合は、私は全力で監禁しなければなりません。ただ彼はやると言ったことは必ず最後までやり抜くと思いますし、どういう結果になるにせよ、カンパでお金を集めた分の戦いについては最後まで戦ってくれるはずです。漫画好き設定破綻したくらいでそこまで火消しに走るかって感じたが、アホか。映画で400億いって国民が夢中になった漫画を読んだことない人でも聞いたことある人ならわかるレベルで嘘ついてたことが動画で証拠に残ったんだぞ。唯一にして奇跡的に入ったクリティカル、これは絶対広めないと。石丸様が鬼滅へアップであることを広めるべきという点については同意です。また一部火消しっぽい人がいることは事実です。ただ漫画の話については周囲との温度差が若干あるのかなという感じがします。暇空様にしてみればエセオタクの石丸様がオタクであることを売名の手段として使うことが許せないのでしょう。石丸様が鬼滅へアップなのに引用をして新成人にスピーチしたのは恥ずかしい行為ですし、前世紀の中井戸様に匹敵するレベルの蛮行です。到底許されるものではありません。ただ世間の人がみんな私たちと同じノリだとは思いません。うわぁ、こいつ読んだことない漫画を引用してたのか、恥ずかしいなぁ、と軽く受け取る人もいるでしょうし、むしろそういう意見の方が、下手をすれば多数派ではないか、という可能性すらあります。石丸真嗣様や、蓮舫様は、公職選挙法ギリギリのラインを、かなり攻めてきています。むしろこっちが、それアウトなんじゃないの。と心配になってしまうレベルの、かなりグレーなことを平気でやりまくっています。しかも、石丸様のネット広告の量が、尋常ではありません。かけているお金のレベルが違います。公職選挙法ギリギリのラインを攻めつつ、大金を投入して、広告を大量に売っていて、しかも本人が鬼滅へアップ。
もうね、怪しさビンビンです。なので石丸様が、やばいぐらい怪しいのと、その事実を広めていかなければならないという点については、私も同じ意見です。おそらく、正攻法でやっても、全く勝ち目がないから、多少のリスクを背負った上で、攻めた手段を取っているのでしょう。そこまでして、勝ちを狙いに来るなんて、明らかにおかしくないですか。大金が動いていることといい、なんかいろいろうさんくさいですよね。ということです。ひまそら様はもともと、YouTube や X でも、批判意見をすぐにブロックするタイプです。そして、他人からアドバイスをされると、アドバイス罪と言ってブロックします。なので、おそらく大丈夫だとは思いますが、エコチェンが起きやすい土壌はあります。特に、石丸様との対談では、工作っぽい投稿と、普通の批判意見が入り混じっている印象です。ひまそら様は、対談の後に、自分を擁護する意見を、ものすごい勢いでリポストしまくっています。それ自体は別に構わないのですが、量が尋常じゃないんですよ。自分への擁護を、ものすごく大量にリポストしまくっています。なので、対談への批判意見が、結構効いてるんじゃないかと思って、少し心配になってしまいました。もともとひまそら様は、めちゃめちゃエゴサするタイプです。おそらく、対談の後にエゴサすると、検索結果がえらいことになってるんじゃないですかね。ちなみに私は、エゴサは一切しません。理由は、お金にならないからです。ここで冷静さを失って、エコチェンに流されるようであれば、それまでの人間ですし、もしそうなったら、悲しいですけれども、その時は、全力で監禁するだけです。というわけで、話したいことは大体話したかな。もろちん、私の言っていることが 100% 正しいとも思いませんし、この動画を見た方々がそれぞれ、どう思うかを判断していただければと思います。この動画は、ある意味で、たまちゃんへのアンサー動画でもあります。私だったら、こういう感じで動画にするぞ、みたいな、これぐらいだったら、多分炎上しないんじゃないですかね。もろちんそれを判断するのは、皆様です。私の主張に賛同していただける場合は、チャンネル登録をお願いします。どういう結末になるにせよ、お金を出した以上は、ひまそら様の行動を応援し、今後も陰ながら見守っていきたいと思います。最後に自前の広告が流れます。皆様は、Amazon Audible というサービスを知っていますか？プロのナレーターが朗読した本を、アプリで聞くことができる、新しい携帯のサブスクです。本を読む必要がなくて、音だけで読書できるので、移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができて、オフライン再生も可能です。読む速度も 0.1 倍速単位で変更できるので、めちゃくちゃ使い勝手が良くておすすめです。私は最近ゲームをやりながら、Amazon Audible で朗読音声を流しています。ただ料金が少し高くて、月額1500円もします。高すぎると思った人もいるかもしれません。しかし Amazon Audible では、1ヶ月の無料体験を実施しています。本来は月1500円のところが無料、しかも聞き放題。というわけでぜひ一度試してみてください。もし無料期間で退会する場合は退会手続きを忘れずに、詳細はコメント欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。